アサマは日本海軍の軍艦。サンショーバーク型のコルベット。艦名は群馬県と長野県境にあるアサマ山にちなんで名付けられた。1868年にフランスで竣航した。建造年は文献によって、1865年フランスで建造。1869年フランスハリスで建造。1869年浸水など違いがある。 元はペルー戦で韓名イングランドであったとも言われている。帝国海軍機関士によると、明治元年に元ペルー人の乗組で横浜港に寄港、開拓士が買い入れ北海丸と命名された。1874年4月14日、開拓士所属の北海丸は海軍省所属となった。連合艦隊軍艦命名名伝によると、7月26日に、 日本海軍籍に編入された。7月26日、北海丸は、デート府の管轄になり、7月29日に、船番号は、第19番、8月23日に、カニ三島に決められた。10月20日、浅間と改名した1887年までの、正式名は、浅間艦であるが、ここでは、浅間で統一する。浅間は三島館とされた。 1874年10月28日、浅間は艦隊に編入された。11月は25日落成の予定で、石川主戦寮で修理を行った。11月31日に浅間は横須賀から品海へ開港した。1875年1月24日、浅間は艦隊から外れ、練習艦と定められ、デー不所轄となった。同年、 カラフト、千島交換条約調印により、カラフト引き渡しに際して、大止まりに、儀礼官として派遣された。5月4日に浅間は、北海道開港とされ、6月3日品川を出港、10月14日に品川に寄港した。10月28日、日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮官には、中村倉之助少将、西部指揮官には、 伊藤助丸少将を任命、浅間は西部指揮官所轄となった。1876年5月8日、浅間は常備官となった。朝鮮への外務大、進む宮本小一理事官出張のため、7月3日に浅間は高架湾開港を命じられ、同日横浜港を出港。7月15日富山浦に到着、21日伊豆原に開港し、22日、 高架湾へ向けて出港した。浅間は7月25日に高架湾儀、8月29日同地を立ち31日長期港に到着した。長崎は9月7日発、9月20日横浜港に帰港した。萩の乱山口での暴動のため、10月30日に浅間は横浜港を出港した。この時艦長の尾形これ勝少佐が禁止中だったため、 日清艦長の伊藤助行中佐が浅間艦長となり出航した。11月22日、下関から横浜港に寄港した。浅間の船体は航海に不安が出る状況だったため、11月24日に停泊練習艦にするよう申し出があった。このため12月5日、浅間は練習艦に指定、以降は主に法術、航海練習艦として使用された。 西南戦争1877年に西南戦争が起こった。2月19日、東、日清、浅間の3隻に神戸開港が命令され、練習艦の富士山、浅間、来電の3隻は当分常備艦相当として警備に当たることになった。浅間は2月26日午後6時に横浜港を出港、2月28日に横須賀港を出港した。 6月23日薄木湾から埼木湾に開港24カ道地を出港したが天候不順のためイノシシグシに被迫した6月27日午後2時20分にイノシシグシを出港し細島に開港した同日6時頃に細島に到着したが陸上には敵が行ったためそのまま出港内野浦へ向かったしかし 農務のために6月28日午前3時20分頃に、外浦沖の大島南方で暗礁に乗り上げて、官邸を損傷した。陸には敵兵がいたために、大島に将兵を派遣し、報告のために東載艇一隻を埼起湾に停泊する日清にへ向かわせた。満潮になった午後8時頃離省、11時頃、出港して佐賀の関を目指した。 浸水が続いたために全員で常に排水を行い、同29日午後9時に佐賀の関まで戻って、朝週に乗り上げた。艦長になるにつれ左限に傾いたため重量物を陸上げし、ヤードなどで傾斜を防いだ。9月27日戦闘行動終了、11月9日、横須賀港に寄港した。修理11月9日より、横須賀造船所で修理に、10時。 1878年中は修理を行った。1878年2月7日、東海守府所轄の浅間は練習館とされた。4月18日、浅間は修復館とされた。浅間の修理は1881年7月20日に完了した。公開練習館7月23日造船所、所轄修復館の浅間は、 東海守府所活の公開練習館とされた。1882年12月18日から横須賀造船所で修理を開始した。12月26日朝間は砲術訓練専門の練習館となり、マストの桁のすべてを撤去した。1883年2月16日に修理は完了した。1891年3月3日除籍。 船体を1892年6月から横須賀水雷隊の練習に供していたが、1896年12月に売却された、日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく、実際11月31日はない、出典のまま、ありがとうございます。